おはようございます。最終日です。今、朝の7時半ぐらいなんですけど、ホテルをチェックアウトして、今からこの近くにあるプサンのチャガルチ市場、市場とかその辺をちょっとプラプラ見ていきたいと思います。で、僕が泊まったホテルのあるところなんですけど、こういうちょっと裏通りですね。今はほとんど人いませんが、時間帯によっては人が溢れ返ってました。で、街の中なので結構夜うるさかったですね。パトカーのサイレンとか子供たちのなんか騒ぐ声とか、まあただ寝るだけだったんでいいんですけどね。で、お店がここ見ていただければわかるんですけど、日本語とかで書いてるところ結構多いんですよね。で、日本人の方とかもたくさんいるみたいなので、あんまり言葉では困らないですね。日本語通じたので、はい。で、今からちょっといろいろ船の時間まで回っていきます。韓国のお食事処屋さんに入ってきて、ぬたうなぎを注文しました。すごいですね、ぬたうなぎの Thank you。 ぬたうなぎの定食を頼んだんですが、これ刺身ですよね。美味しそう。これ何なんだろうなんかスープで、多分これ醤油もあるし、なんか辛味だれもあるし、でニンニクとかなんか味噌みたいなのもあるんで巻いて食べるんだと思うんですけど、それ以上に驚いたのが、このキムチとかなんか漬物がいっぱい出てきました。韓国でこういうのがたくさん出てくると聞いたんですけど、これでお腹いっぱいになるし、いただきます。今韓国の料理屋さんでぬたうなぎのお刺身の定食を食べてきました。量が多い。あれでですね、3万ウォン、3000円くらいなんで、ちょっと高いのかな。まあ観光客価格みたいな感じだとは思うんですけど、美味しかったです。で、驚いたのが、まあ噂には聞いてたんですけど、キムチとか漬物とかね、さっきも言ったけどたくさん出てきて到底食べきれませんでした。頑張って結構食べたんですけど、で、小皿に映ってるなんかひよこ豆みたいなちっちゃい豆があったんですけど、あれ美味しかったです。食感が不思議で変な味で、ちょっと日本にない感じのやつでした。キムチはちょっと癖があって、好き嫌い分かれそうですね。ちょっと僕も苦手なのが1個ありました。まあでも、韓国らしい食事をできたので良かったです。今からロッテモールに向かってちょっとスマートフォンとか見てこようかなと思います。今ロッテモールの中に来たんですけど、微妙に早かったみたいですね。まだエスカレーターとかも動いてなくて、はい、まだ入れないです。入れないとは言っても中には入れたので、お客さんたちみんな自販機とかで、まあコーヒーでも飲みながら休憩している感じです。何時からなんだろう。もうすぐ開くと思うんですけどね。収まりきらないですけど、ここは釜山にあるサムスンのお店ですね。はい、日本では売ってないギャラクシーシリーズとかもあるみたいなんで、ちょっと見てきます。
ギャラクシーシリーズがたくさん並んでます。これ日本にも売ってあるギャラクシーノート8ですね。はい、でこっちが日本では未発売ですね、ギャラクシーノート4。いいですね、画面がすごく綺麗、 iPhone とあまり変わりない感じです。欲しいな、これいくらなんだ。でもハングルで表記されてるのでわかんないですね。2万900ウォン、いや2000円ってことはないですよね。いろいろ込み込みで7000ウォン。いくらなんでしょう。韓国の携帯は全て SIM フリーということで、未発売のモデルを買いたい人はこっちに来て買ってもいいかもしれませんね。他にも日本未発売のモデルはあるみたいなんで、はい、スマホ好きは来ると楽しいと思います。はい、ギャラクシーノートシリーズの他に、ギャラクシー A7、A5、はい、なんか日本では見たことないものがたくさんありますね。これはこの価格はあれですかね、多分ここで契約した時の月々の請求ってことですかね。ちょっと、はい、全くわからないんですけど、はい、安いモデルがあったら買いたいなと思ってたけど、下手に手を出すと日本で使えない端末を持って帰ってきても仕方がないのでやめましょう。ギャラクシーノート4はね、ちょっと僕興味あるんですよね、欲しいな。はい、これも日本未発売ですね、ギャラクシーズーム2、はい、デジカメとギャラクシーがくっついたようなやつです。今パナソニックが DMCCM1 っていうのを出してるんですけど、あれとはちょっと趣向が違うらしいんですが、これはこれで面白いなと思います。これもいいですね。チャガルチ市場の裏通りを通って、このすぐ裏が、ロッテモールです。で、その通りを歩いてたら鳥の声がしてきて、今歩いてたらおそらくここは韓国の小鳥屋さんですかね。はい、鶏とかなんか小鳥とかがいっぱいいます。ただですね、ちょっとここ今開いてないみたいで、ちょっと入ることができません。ちょっとものすごく興味があるんですが、はい、また次回遊びに来た時に寄りたいと思います。お土産で迷ってたら別のお店を紹介してくれます。すごく優しい。はい、それなら韓国ならではのお菓子ですけど。あー、なるほど。あ、本当だ。ありがとう、Thank you。 あー、勧めてくれました。別のお店なのに優しい。はい、はい、市場とこうロッテモールと合わせてお土産をたくさん買いました。本当にここの店員さんたち優しいので、はい、困ったらとりあえず声かけてみるといいかもしれません。日本語で全然大丈夫でした。あ、もう思い残すことはないので、あとは帰ります。もう時間間もなくなので、もう釜山国際港の方に行きたいと思います。ロッテマートの屋上になんかちょっとした動物園があるって書いてあったので来てみたんですが、はい、ありますね。ほんとちょっとしたやつなんですけど、人はそこそこいますね。でちょっと気になったのが、はい、これどうなんですかね。はい、
ちょっと日本ではあまり見慣れないですね、こういうのは。独創的というか、はい、独特ですね。釜山港に着きました。はい、長いようで短かった旅行も程度悪いですね。今からお昼過ぎに出港する船に乗ってきます。無事博多港に戻ってきました。時間ギリギリでしたけど、博多駅に向かうバスにも乗れそうです。ちょっと来ましたね。税関でちょっとやっぱりバッグが大きかったのでいろいろ聞かれて、時間大丈夫かなと思ったけど、まあなんとか乗れそうなんで、今から博多駅に向かいます。地元の駅に到着しました。2泊3日の韓国旅行、すごく楽しめました。また時間を作ってゆっくり行きたいと思います。